サイクルスポーツチャンネルへようこそ。編集長中島でございます。さあ本日はですね、新製品の情報をお届けする動画をお送りしてまいります。バーン、キャニオン。さあサイクルスポーツチャンネルでキャニオンのニューモデルが出るとなれば、もはやおなじみキャニオンジャパンの石山さんに今回もお越しいただきました、はい、いつもお世話になっております。こちらこそ。こんにちは、よろしくお願いします。さあ石山さん、本日のネタは、はい、何でございましょうか。はい、いよいよですね、まあはい、キャニオンのロードバイクのフラッグシップであり、はい、まあアルペシンモビスタキャニオンスラムのメイン機材でもあるエアロードがいよいよフルモデルチェンジいたしました。これもう通路走ってるんですか。そうですね、今やってる通路走ってる、現在、今日現在、通路ステージ2勝を上げています。お、石山さん、とはいえですね、すいません、失礼ながらエアロード、はい、これ新作なんですか。なんか旧作とあんま変わってないように見えなくもなくもないみたいな。ですよね。僕も新型見た時、はい、あれ、はい、って思って、はい、正直、まあ、シルエットクイズやったらこれ僕も自信ないっていうぐらいだと思います。キャニオンジャパンの石山さんも自信がない、はい、でも新しいですね、はい、なぜかっていうとやっぱりね、はい、そのよくよく話を聞いてみると、はい、やっぱりエンジニアたちが本当に、はい、まあ、数年という時間をかけて出来上がったものがこれっていう形で、まあ、今日ここにお伺いするネタは持ってきたと思うので、はい、それをぜひ紹介させていただきたいなと。楽しみでございます、はい、まずじゃあ触りというか、石山さん、うん、ざっくり変わった部分はどこでしょうか。はい、まずフレーム全体、はい、そしてハンドル、はい、そしてあとは外見から見えないところ。見えないところ、おお、楽しみですね。まあ、こういった3つのパートに分けてみるのはどうかなと思います、はい、なるほどです。ではこの後それぞれのパートの細部をご紹介していただきましょう。はい、はい、ということで石山さんに細部を伺っていくんですけれども、まずやっぱエアロードっていうことで、うん、空力の話は最初に伺いたいかなと思うんですけど、石山さん、はい、どんなアップデートがかかっておりますでしょうか。はい、これ数字で言いますと、はい、これ僕が今持っているのが、全世代のエアロード、はいはい、で新型ですけれども、はい、ここの同じ条件で、はい、風洞実験かけますと空力は 1.6W、はい、向上しました。 1.6W、 はい、16W ではないです。 160W とかでもなくではない 1.6W、 はい、あ、向上というか、まあ、削減、低減ですよね、はい、それくらい緻密に詰めてきている。やはり、まあ、現行の UCI、はい、レギュレーション、そして軽さ、はいはい、剛性、まあ、こういったものを総合すると、あとは、まあ、完成車で 6.8 キロという基準もあるので、うんうんうん、そういった諸条件を組み合わせると、まあ、フレーム単体というか、まあ、完成車の状態ですけれども、こう削減できる空気抵抗の幅としては 1.6W。 なるほど、はい、その数字が、この細部、でも実際どう変わってるんですか。はい、まあ、やはりですね、これはよりで各部を取って、はい、涙ぐましい努力、ここまでやってようやく 1.6W かというところを紹介できればなと思います、はいはい、そうですね。じゃあまずフレームの前の方から話をしていきたいと思うんですけれども、はい、うんうん、まずはフォークのブレードが、はい、そうですね、横からこれは、はい、前世代ですけれども、横から見るとですね、はい、この前後の幅がさらに太くなりまして、はい、前後方向にこう伸びているということですね、はい、であとはこの正面から見た時に、はいはい、もう製造できる限界まで薄くしていると、はい、あ、これ以上薄いと折れてしまう、まあ、剛性が出せないというところですよね。なるほど、やはり、まあ、フィリプセンがもがいてもたわまないと、マチューがもがいてもたわまない、うん、はい、これがフォークです、はいはい、続いては、はい、でヘッドチューブに関しても前方投影面積っていうのが、はい、空力にもろに効いてきますので、細くここですね、この幅ですね、ですね、この幅が、はいはい、でダウンチューブも、まあ、はい、ノギスを当ててみれば分かる程度に、はいはい、細くなっています。あ、これ皆さんぜひ握り比べる機会があったら、これ握り比べていただくと、
そうですね、試乗会に僕らもあの、はい、これ持ってきますので。ああ、じゃあこうやってこう、はい、みんなこうやってこう触った方がいいですね。でどうしてもまあこういった細くすると合成、はい、BB のねじれ合成っていうのが低下してしまうので、それを補うために、はい、トップチューブは直径を太くして、はい、合成を落とさないようにしています、はい、どうでしょうか。うんうんうん、そのなんか華奢になってる感じはないですね、うんすごい、はい、横から見た時はパッと見、うんうん、そっくりだったんですけど、はいはい、実際このチューブ全部形がこう細かく見直されてるんですね。そうですね、全てのチューブの形状が、はい、どこも同じところはございません。そして、シートチューブも形、そうですね、これは横から見ると、はい、全モデルがまあ前後に長かったのに対し、はい、少しスリムになっていますね。これは軽量化、そして、振動吸収性能の向上というところを狙っております、うん、シートポストに関しても、まあ、サンプルないですけども、ちょっとあの前後方向には短くなっていると。あ、ここが一番ボリューム的には分かりやすいポイントかもしれないですね。そうですね、はい、間違い探しをしたとき、クイズが出たときはここをまず着目すると、はいはいはい、で後ろに回ってみますと、はい、このシートステイの集合部ですね、はい、でここに関しては、製造ここ、はいはい、カーボンの積層の、向上と合成バランスを出すためにこの仕上げを変更していると、はい、なるほど、はい、そしてさらに、めちゃめちゃ細かいところですけど、はい、このエンド、そうですね、エンド部分が、最近各社やってきているところもありますけれども、はい、このドライブサイドのスルーアクスのエンドが露出しない構造になっています、はい、今までであればここに、はい、まあ、プラスチックのシールで目隠しをしてたんですけれども、はい、こういったところもやっぱりクリーンな仕上げにしないと、はい、1.6 ワットにたどり着かないという形ですね。でこの反対側もぜひ細かく見ていただきたいんですけれども、はい、ノンドライブサイドも、そうですね、このスルーアクスルを取った状態、はい、ここでもやはりこの円もわずか 1,2 ミリの出っ張りもなくすというような造形に仕上げてあると。本当にこう研ぎ澄まされたというか、まあやはりここまでやらないと空力はもう向上ができませんと。なるほど、逆にそれぐらい前の、はい、まあ、前作のエアロードもすでに突き詰められたバイクであったそうです、ね、とも言える、はい、おそらくまあメーカー発表の資料がありますので、はい、他社さんとの、はい、直接比較しているグラフを、うんうん、おそらく公開できると思うんですけれども、はい、それを見ていただくと、はい、まあ、その前方だけでなく、そして斜めから風が当たった時に、はい、特にこのエアロードの空力の性能の良さというのが見えてくるかなと思います。なるほど、はい、いや石間さん、僕この資料を読んで、うん、この新型エアローズ一番もう注目したポイントがやっぱこのコックピット周りなんですけども、ちょっと具体的にどんな変化があったのか教えていただけないでしょうか。はい、ちょっとご覧いただくと気がつくかなと思うんですけれども、まあ、今まで通り、ハンドルの幅は調整できる、はい、構造は踏襲しているんですけれども、はい、実はですね、このドロップの形状を新しく1種類追加して、はい、うん、通常のドロップから、まあ、別売りのアクセサリーとして、はい、エアロドロップという新しい、はい、パーツを新開発しました。これが今ついているのがエアロドロップ、はい、エアロドロップでやってますか？になります。状態ってことですね。そうです、はい、そしてこれが、はいはい、これが実物なんですけれども、こう前から見ていただくとですね、明らかにハの字に下半部分が外に開いていると、はい、うん、でさらにドロップ量をですね、はい、下半はそれほど深くない、この落ち幅というか、そうですね、上半と下半の差ですね、はいはい、でただしリーチ、ハンドルの遠さですね、はい、はいに関してはこっちのエアロドロップの方が10ミリ長くなっている。奥まで、はい、奥までいってると、はい、なるほど。でもこの上下の落ち幅はエアロドロップの方が小さいが、小さい、より遠くなると、
はい、いうことですね。と、はい、いうことはブラケットもちょっとそうですね10ミリ遠くなるということになりますし、はい、しかも、まあ、ハンドルの幅は調整できるんですけれども、はい、このエアロドロップを使って一番狭い状態にすると、はい、このブラケット部分の伸身が、はい、35センチとのすごいですね。めちゃめちゃ狭いですね。狭いってなるとおのず空力もやっぱりライダーがこうエアロポジションが取れそうですもんね。はい、で先ほども申し上げたようにもうフレームバイクの状態の空力を、はい、向上させるという余地はもう極めて限界まで達しているので、はい、1.6 ワットでしたね。はい、はい、でそこからさらに、まあレースで速く走るにはということを考えると、はい、必然的に、まあ、ライダーの空力を良くするというところにぶち当たります。なるほど。さあ今皆さんにですねこの新型フレアハンドルを正面からご覧いただいてますけども、すごい石山さんすごいフレアがついてますね。そうですね、下、上半では先ほど、35センチということを言いましたけれども、はい、下半握り部分に関しては42センチの幅が確保されています。ドロップ部分上で35、はい、下で42、はい、なるほど、はい、で一つ目に関しては、まず最近 UCI のルールレギュレーション変わって、はい、このレバーを極端に内側に倒すのはもう NG とそうですねいうふうになりましたけれども、はい、このハンドル自体が、この上から見た時にもこうハの字になっているんですね。ああなるほど、はい、なるほど。でそのためにもうそのルールに従った状態でレバーを取り付けると自然にああスッとエアロなエアロポジションにできるようになっていると。まあこのブラケットの先端はさらに内側にね入ってますもんね。はい、はい、まあ、これによってこのリーチも伸びたことも相まって、このエアロポジションを維持しやすくなっていると。なるほど、はい、いやすごいですね、はい、で下半がどうしてですね、はい、ドロップがそれほどなくてハの字に開いているというところなんですけれども、はい、これに関しては、はい、キャニオンロードバイクだけじゃなくて、はい、グラベルバイクの開発ノウハウもあります。これが、まあ、新型グレイルの、はい、コクピットなんですけれども、はい、こういうふうにですね、まあ、グラベルバイク荒れた路面走って、うん、はい、ハンドリングもかなりシビアなコントロール要求されます。そういった時に、はい、このハの字の形状っていうのはやっぱり理にかなっているというノウハウがあったので、それをロードバイクにも応用して、なるほど、この形状にたどり着いたと。でさらに、はい、ドロップを小さくすることによってですね、下半を長時間握っても体は疲れないと。じゃあアシスト選手なんかはもうこれを多用して、そうですね、集団を牽引するとか、またはソロライドで、はい、長距離走る、はい、ロングライド走るというような方にはかなり、有効なメリットが出てくるんじゃないかなと。まあ、じゃあこれで逃げを打つ選手もいるし、フィリップ戦のリードアウトをする選手はやっぱこのポジションが効いてくると、はい、であとは下りのコーナーとかそういった難しい局面でも指がかりもすごいいいので、はい、まあ、バイクのコントロールっていうのはすごいしやすくなってるんじゃないかなと思います。はい、なるほど。あと石山さん、僕ちょっとさっき触らせていただいて、はい、あの今はねバーテープが巻いてあるからちょっと分かりにくいんですけど、はいはい、この内側のところに絶妙なこの絞り、そうですね、これは通常の、ドロップ、クラシックドロップにもエアロドロップにも両方あるんですけども、じゃあ中島さんちょっとに、はい、どういう風になるかというと、これ絶妙にねこの指が親指が乗るんですよね、うん、クッとこう握り込みやすい。いやー本当細かい部分、まあ、先ほどエアロあの空気抵抗低減も細かい部分にいろいろ手を入れたっていう話でしたけど、うんうん、やっぱハンドルの形状もこういうハの字っていう、あフレアっていう大胆な形状変更もありつつ、はい、この辺の細かい形状にもこだわってるんだなっていうのを、まあやはりこういったトータルなパッケージでバイクの性能を底上げしていくっていうところに、はい、の工夫の一つかなと思います。なるほどです。はい、はい、石山さん、ハンドル周りマウントの種類も充実しているということで。そうですね、今までよりも拡張性が増したと言いますかね。今までは、ガーミンマウント、そして、まあ、キャニオンのオリジナルのライトですね、かなりエアロなライトなんですけれども、こういったアイテムの他に、はい、さらに付けられるようになったのがこちらですね。お DH バーじゃないですか。直付けの DH バー。あ、
まあ、キャニオンはもともとトライアスロンのスピードマックス、はい、そして、はい、長距離のグラベルレースに対応したグレイル用に開発したエアロバーがすでに持っておりましたので、これをエアロードにも搭載できるようにしたと。ああ、なるほど、はい、で先ほどご覧いただいたあのハンドルのセンターにあるマウント部分にポンと付けられると。はい。でこのエアロバーは別売り商品になるんですけれども、特徴的なのがこの一本出しの、そうですね、形状になりまして、普通ですね、はい、エアロバーっていうと左右2本出しが、はい、まあ、ポピュラーなんですけれども、はい、2本出てるとですね、どうでしょう、中島さんも経験あるかもしれませんが、はい、左右を厳密に 3D にこう、いやーそうなんですよ、合わせるのってめちゃくちゃ難しいんですよ。はい、でそこはですね、この一本出しにしたことによってもう付け出し量、はい、煩わしさないです、ね、そしてこの角度の調整、はい、であとはこの幅の調整もここにスペーサーかましてあるので変えられると。ああ、で高さも変えられるんですか。もちろんです。スペーサーをこの下側、そして上側、あで、あとはこのパッ、はい、アームパッドの位置もこのようにですね、取り付け位置をすごく豊富に選べるので、なるほど、まあ、ポジション出しという面ではかなり実用的と言えるかなと。空力性能もあるフレームにさらに DH バーを合わせて、はい、まあ、トライアスロンであったり、まあ、いろんなシーンより活躍の幅が広がるオプションパーツといえますね。はい、でさらに、まあ、同じように例えば今ここにですね、リアのところですね、今ライトがついているんですけれども、はい、これももともとあったキャニオンの直付けのライトなんですけれども、ここにも例えば練習の際はライト、はい、レースの際はレースのゼッケンプレートのホルダー、ああなるほど、トライアスロンの際はボトルケージをつけるマウントをつけたいというマウントがここに設けられています。細かいところですけど考えられてるわけですね、はい、これがもうカチッと。おさあ石山さん、はい、冒頭お話しいただいた、うん、空気抵抗の低減、あとはやっぱコックピット周りっていう、はい、まあ、2つのポイントについて今まで触れてきたんですけれども、うん、はい、3つ目、はい、見えないところにもまたちょっとこだわりが発揮されているということを伺いましたが、はい、その点はどこでしょうか、まあ、見えないんで、はい、ちょっと石山さんにぜひ解説をしていただけたら、ね、これは、まあ、ほとんどが、まあ、アルペシンやモビスター、はい、そしてキャニオンスラムのチームのメカニックからのリクエストを、はい、もう盛り込んで、アップデートした部分という形になります。現場の声が反映されているポイント、はい、なるほど、はい、一つ目がですね、はい、これネジ、はいはい、なんですけれども、しかも、はい、ここ頭がトルクス六角じゃないんですね。そうなんですよ、自転車、まあ、メンテナンスするときに、はい、まあ、例えば六角で言えば3ミリ、4ミリ、5ミリ、6ミリ、はい、一番使う、まあ、ペダルなんか8ミリもありますけれども、はい、であとは、まあ、トルクスの T10、T25 って、はい、いろんな、もうやってらんねえよ場所によって、どうにかしてくれというリクエストがあって、はい、今回、キャニオンがまあ製造する、フレームに関するパーツに関してはトルクスの 25T25 に統一しました、はい、おお、あ、じゃあこのクランプ、はい、クランプというかあのコラムの固定をするのも、そうですね、ヘッドの型を取るボルト、はい、ステム部分を固定するボルト、はい、でシートポストいきましょうかね、はい、シートポストの前後調、はい、そして、角度調整、はい、でシートポストの高さの固定、はい、で今回、フロントメカの、エンドも取れるようになってますので、その固定ボルト、はい、あとはしますリアディレイラーハンガーの固定ボルト、はい、そうですね、ハンガーの固定ボルト、はい、でさらにコックピットですね、はい、ハンドルの幅が調整できるようになっているので、はい、下から止める4本のボルト、はい、まあ、こういったものが全て、はい、トルクスで統一されていると。なるほど。しかも、はい、スルーアクスルですね、はい、先ほどちょっと出てきました、スルーアクスルを、はい、レバーというのは取り外し式になっていて、その先っぽは従来は、六角レンチの6ミリだったんですけども、はい、その先っぽにですね、お、T25 になっている、はい、ウィッターを追加して、なるほど、まあ、エマージェンシー的に、あ、まあ、最悪帰ってこれるぐらいまでは、ね、はい、この長さは短いんで、はい、その固定力はなかなかかけにくいんですけれども、使えるようになっていると。ちょっと、まあ、例えば出先でわなんか緩んじゃったみたいな時も、そうですね、シートポストちょっと微調整したいというような時に、あ、シートポストちょっと微調整したい、はい、乗り込んでる方は、はい、そうですね、そういうニーズありますもんね、はいはい、まあ、ただあのしっかり調整する時にはちゃんとトルクレンチで、うんうん、あの指定トルク書いてありますんで、あ、もちろん、はい、ちゃんと指定トルクで締めないと、そうですね、はい、いやでもすごい本当細かいし見えないところですね、はい、
あと石山さん、見えないといえばですね、はい、なんかネジ以外にもあると伺ってるんですけれども、はい、そうなんです、はい、外観から行こうかな、はい、先はそうですね、じゃあちょっとよく皆さんがあの車にじゃあ、自転車を積もうとか、はい、輪行しようと言った時に、はい、前輪外しますよね。そうですね、外してみましょう。はい、そしてスコットの分、まあ、前輪をどっかに立てかけましょうか、はい、これまあペッて置くと、はい、なりますね、なりますね、思うんですけれども、はい、これ気になりませんか、ここ。いや、そうなんですよ、綺麗な塗装。そうなんですよね、今こう、はい、スルーアクスルになって裏まで綺麗に ね、 ね、塗装されてますから。でやはりチームのメカニックも綺麗なペイントを傷つけたくないなというところで採用されたのがこの先にゴムのボッチがついていて、バンパーがついている、塗装を傷めないという工夫がされています。でさらにですね、まあレース中です、はい、パンクしました、はい、チームメカニックは車から降りてホイール持っていくと、はい、サッとつけたいですよね。そうですね、そういった時にこのカシャーンと前輪をサクッと位置決めできるように、はい、今決まってないですが、はい、お、あ、今カツンと言って止まりましたね、はい、まあローターがあるんで、まあ、そこはありますけれども、はい、はい、あ、ここ引っかかりますね、なんか。そうなんです、これどういう改良が加えられたかというと、はい、まあ、ちょっとここもじゃあ中島さん前輪外していただいていいですかね、はい、こっちの右側になるんですけれども、ここの、あ、ここ、はい、この内側ですね、はい、なんか若干ボリューミーになったというか、はい、あ、ここでスルーアクスルの収まる部分がですね、はい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 、厚めに、なるほど、盛られている、盛られていることによって、でこうホイールをの収まりが良くなって入れても行き過ぎちゃったりとか、要はこのスルーの穴の位置と、はい、このハブの穴の位置が割とバシッと合うと、はい、まあ、こういった際にも、まあ、パンクでホイール交換するってリスタートまでの時間を減らす、はい、まあ早いっていうところですよね。そこも刻んでくるわけですね。そうです、なるほどですね、はい、さあ、お、あ、変わりましたね。これやっぱスルーアクスルユーザーは多分実感していただける、はい、まあ輪行までの輪行解除のでこうスルッとタイムアタック、このね、このスルーがすぐ入って、はい、この目ネジにサッと当たらないバイクもある、はい、ある。これも今スルッと入りましたね。入りましたか。ちょっと外してみで、そっってやれば、あ、うん、入ってく入ってく、なるほど、うん、これもやっぱり実機で皆さんちょっと体験してみたらいいようなポイントですね、うん、はい、うん、さあ石山さん、見えないところシリーズが進んでおりますけれども、はい、続いてフォークコラムの下側なんですけれども、これちょっとキラッとしているものが見えるでしょうか。ここ、はい、はい、これが、チタンでできているベアリングシートというものになりまして、従来であればここはカーボン製だったんですけれども、はいはい、まあ、例えばもうドロドロの石畳の春のクラシックのレースのような時には泥水がここに侵入して、砂粒なんかでフレーム側が摩耗してしまって、はい、もうガタガタが取れなくなってしまうというケースが実はいろんなチームで起きてたそうなんですね、まあ、そういったのを、エンジニアがヒアリングして、はい、もう摩耗しない、はい、ほぼしにくいというチタン製のシートを採用して、まあ、長い期間フレームが使えるという設計に改めました。それはあれですね、一般ユーザーにとっても嬉しいことですね。そうですね、まあ、メンテナンスを定期的に行えば、フレーム側がダメージを受けるという可能性が極めて低くなっています、うんうんうん、やっぱり高いフレームですからね、はい、長いこと乗りたい、その時もちゃんと考えられている、はい、見えないところのアップデート、うん、はい、でさらに、まあ、水がなるべくちょっとね入らないような、入らないようにってことなんですけど、シールがある、お、出てきた、はい、これですね、ゴムのリング、これまで今までなかったパーツになりまして、これによって下側の、ベアリングに、水が入らないようにすると、この巻き上げてくる水が入らないようにこのシールが入っていると、はい
であとはあのチームメカニックレースが終わった後に洗車しますけれども、はい、例えば高圧洗浄するような場合もあると思うんです、はい、まあ、そういった場合でも、はい、水が入りにくいように。なるほどなるほど、はい、細かいですがこういうパーツが加わっていると、はい、じゃあ続いて上側もせっかくなんで見てみましょうか。あ、はい、お願いします。上側もよいしょ、ここにベアリング、ヘッドのベアリング見えてますけれども、はい、CFR のグレードに関してはボールがセラミックので、このレースがステンレスのハイブリッドのベアリングにアップグレードされております。 SLX はステンレスですね、はい、で続いてその上にトップチュー、あ、トップキャップ、そうです、トップキャップとの下側ですね、これちょっと、はい、取れました、はい、これもやはり上側からの水の侵入を防ぐゴム製のシールですね。あ、結構幅がしっかりあるんですね。結構今僕も初めて開けましたがしっかり、はい、はい、しっかりビチッといきますね、はいはい、こういう感じですね、はい、あ、かなりベアリングに覆いかぶさるようなボリュームがあります、はい、でこれが、従来型よりもかなり薄べったくなったトップカバ ー、そのヘッドのトップカバーって、はい、結構高さのあるものを使ってる、ね、はいはいはい、バイクとかもありますけど、はい、まあ、やっぱりちっちゃいフレームサイズだと、うん、ハンドルの高さ、うんうん、あとこのトップキャップ分下げたいんだ、はい、みたいな方もね、うんうんうん、いらっしゃったりしますから、はい、こんだけ薄いっていうのはすごいありがたいって思うライダーの方もいそうですよね、うん、はい、でこの新型エアロードに関してはスペーサーが2センチ分、最初からかませてあって、はい、今これまあ1センチ外れたので残り5ミリが2枚入ってるんですけど、これも外してみましょうかね、はい、こういうふうに左右からパカッと割れるような、で左右の部品も一緒なんで、あー、まあ、メーカーからするとこの SKU 半分にできるという地味な改良があります。でこれ5ミリを2枚目外しましたと。それで、いよいよですねハンドルを下げていくんですけれども、はい、どこまで下がるかというとズバッと、じゃあこれちょっとここで早送りになるかもしれませんが、くる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 と、そうですね、だいたい玉当たりが出ましたが、ビタ付け、はい、あ、これが一番下げた状態という形になります。ポジションで悩んでた方も、お、これならって思われる方もいらっしゃるかもしれないですね、うん、はい、ここも細かいところなんですけれども、デュラエースの場合フレームにですねマグネットを貼る必要があるんですけれども、フレームの外側から貼るとどうしても剥がれたりとかっていう、場合があるので、そういったことを防ぐために実はですねフレームの形状をちょっと変えて、このフレームの内側に磁石が平らに貼れる、場所を設計しました。これによってフレーム組み付け時に内側から磁石を貼って、外側からは、まあ、洗車の際にゴシゴシ洗っても取れないというふうなクリーンな設計に改めています。さあ石山さん、はい、この動画の冒頭ではあんま変わってないななんてことを言ってしまいましたけど、はいはい、いざ話し出すと、はい、もういくら時間があっても足りないぐらい語るところがいっぱいありまして、もう石山さんにはもう丁寧にご説明をいただいたんですが、うんうん、言い忘れてることはないですか。はい、そうですね、今一度、はい、あります。今一度強調したいのはやっぱりエアロードっていう名前、はい、でエアロには一切、妥協はなくって、うんうん、まあ、従来型であれば62ミリのハイトのホイールを履かせて、まあ、最高のエアロ性能っていうところだったんですけれども、はいはいはい、まあ、そのフレームの細かなところまで調整したことによって、はい、今回この完成車は前後50ミリハイトの、はい、今このホイールは50ミリ、はい、はい、で、その前世代と同等、62ミリのハイトを履かせた時と同等のエアロ性能っていうのを実現している、はい、でそれによって62ミリのハイトだとどうしても例えば横風でハンドルちょっと取られるとか、うん、上りでかったるいみたいなところもあったんですけども、はい、よりオールラウンドな特性っていうのがこの新型で出せるようになった。あ、はい、なるほど、はい、でかつこのホイールリムハイト50ミリすることによって、はい、この完成車パッケージで重量、はい、7.07 キロと
7.07キロ、はい、おお。ということで、もっとねマーケットには軽いホイールもありますから、はいはいはい、まあ、そういった意味で 6.8 キロという、UCI の加減の重量っていうのを現実的に達成できるパッケージに仕上がっています。エアロロードだからといって上りを諦めなくてもいいような、もう重量ですね。そうですね、実際に、まあ、ツールドフランスで、はい、選手たちが3週間、はい、まあ、1ステージクイーンステージなんかでは獲得標高 4800m というのも、はいはいはい、このバイク1台で乗り切っているというのはやっぱり、まあ、それを証明してるってことですね。そうですね、他社さんであれば2個1にしたりとかっていうような流れもありますけれども、はいはい、キャニオンはもうこのエアロード自体がレースバイクとしては本当にあらゆる山岳ステージ、平坦ステージ、そして、石畳のクラシック、はいはい、あ、そといえば、はい、最大耐破は32ミリまで、ああなるほど、今までは30ミリ、はい、2ミリ、まあ、マチューが32ミリ使いたいということだったので32ミリまで、まあ、そういった意味で、はい、要望を聞き入れて実現するわけですね。そうですね、はい、でちなみに完成車は、うん、石山さん前が25でしたっけ、はい、完成車パッケージではフロントが25ミリ、はい、後ろが28ミリのタイヤが付けられると。なるほど、空力を、ま、一番良くしようと思うとこの25、28。そうですね、まあ車内の風洞実験の条件がどうしても、まあ、前から当たる風っていうのが一番大きく影響を受けるので、はい、25が付いてるんですけれども、やはり最近太いタイヤっていうのがポピュラーになってますので、はい、まあ皆さんの32ミリの範囲内で好きなタイヤを使っていただけたらなというふうに思います。走るのかとか、うん、まあ、ご自身のそのスキルとか、うん、はいはい、に合わせて、まあ、チョイスをしてほしいよと。そうですね、はい、わかりました。そして石山さん、うん、オプション、まあ、まず先に定価いきますか。あ、そうですね、はいはい、気になるお値段が、はい、おいくらでございましょうか。そうですね、はい、これドイツで買おうとすると、はい、9999ユーロ、はい、ということで、ちょっと今この収録現在円ユーロ結構ね円安きついですけど。そうなんです、はい、まあ世の中、いろいろな輸入品がね値上がりっていうのがあって、はい、まあキャニオンもその例に漏れないところなんですけれども、はい、ちょっとテレビショッピングみたいですねこれなんですけれども、まあ、送料消費税別で142万9000円。142万9000円、はい、ああ、ちょっとだいぶなんか僕が見てきた、はい、あの、はい、円ユーロの冷凍でパッて計算した金額より安い。まあそうですね、やはり僕たちもできる限り、はい、まあ、ユーザーさんが手にの届きやすい価格、まあ、そのためにキャニオンはメーカー直販っていうビジネスモデルを採用しているのもあるので、はい、そこはやっぱりまあ頑張りましたって、なんか尽きないんですけど頑張りましたと、はいはい、今この目の前にあるのがトップグレード CFR、はい、デュラエース、はい、の DI2 でパワーメーター付きですね、はい、でそして DT スイスのホイール、はい、ホイールは DT スイスの、はい、ARC1100 セラミックベアリングですね、はい、でタイヤがコンチネンタルの GP5000S のチューブレスレディ、うんうん、はい、でチューブが、完成車の状態で入ってるんですけれども、シュワルベのエアロザンっていう TPU の軽量の、まあ、これも完成車を軽くするために、うん、なるほどということになります。で、はい、先ほどちょっとハンドルの話がありましたけど、はい、うんうん、これはオプションの、フレアが、そうですね、フレアタイプが付いているもので、はい、最初の状態では、従来と同じクラシックドロップと、この普通のドロップの、うん、ものがついてくるけど、今この目の前にあるバイクはオプションのフレアハンドルに付け替えてあります、はい、このオプションは、はい、こちらになるんですけれども、はい、これ単体で32,900円、32,900円、はい、これを買ったら今このまさにこの状態になりますよと、はい、いうことですね、はい、そして、はい、CFR がトップグレードで、はい、セカンドグレードが SLX、はい、というのがございます、ね、先ほどエアロバーでちょっと見せましたけど、はい、赤いバイクが、はいはい、完成車パッケージとしてはアルテグラ DI2 仕様、はい、でここにあるスラムの、フォース E タップ仕様に、はい、ジップの、404ファイアクレストが入った仕様、はい、が、まあ、言ってみればミドルグレード、うん、でフレームはそのままにして、105の DI2 と、はい、スラムのライバル E タップになった完成車もあると、はい、あると。なるほど。でフレームに関しては、はい、CFR とこの SLX の2グレード、
ああ、SL はない。はい。そうですね、従来は一番まあお手頃な価格帯の SL というフレームのグレードだったんですけれども、はいはいはい、まあ、このエアロードの位置付けというものがやはりまあレースを主眼とした、パッケージ、妥協のないパッケージということで、今回は新型に関しては2グレードの構成という形になっています。なるほどです、ありがとうございます。ではこのセカンドグレード、はい、SLX ですと完成車でおいくらでしょうか。はい、この目の前にある、フォース E タップに、はい、ジップホイール仕様で99万9000円。おお、99万9000円、はい、まあこの TH はなしなしですね、はいはい、でフレームの形状に関しては全く同じになりまして、はい、違いは使っているカーボンの素材が違って、だいたいフレーム単体で 100g ぐらい重くなると。なるほど、はい。まあ、乗り味の違いがあるかどうかに関しては僕らも試乗会今後やっていくので、ぜひ、まあ、両方乗り比べていただけたらなと思います。そうですね、皆さんも、はい、もし試乗会来られる方は現場で乗り比べて見て体感をしていただけたらなと思います、はいはいはい。であとは、この SLX グレードでおそらく、まあ、一番ポピュラーになるのがシマノのアルテグラ DI2 グレード、はい、でこれに関しては92万9000円という価格になっています。なるほど、はい。まあね、やっぱり安いか高いかって言われると、まあ、ちょっと高いですけどね。高くなりました。そうですよね、はいはいはい。でもいや、さすが、まあ、値段はキャニオン価格と。まあそうですね、よくユーザーさんからお声掛けいただくのはもう高いけど安いっていうんですかね、はい、ちょっともうなんかわーってなってますけど、はいはいはい。まあ、でもそんなキャニオンエアロード、うん、新型エアロードのご紹介でした。はい、本日もここまでご視聴いただきましてありがとうございました。石山さん、今回もありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました、はい。ということで、キャニオンの新型エアロードしっかりご理解いただけたかなと思います。サイクルスポーツチャンネルではこの他にも新製品紹介動画ですとか、サイクリングに役立つノウハウ動画をたっぷりご用意しておりますので、ぜひ関連動画の方もご覧ください。そして他にもこれからもサイクルスポーツチャンネル見ていきたいなと思った方は、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。またね。